鹿児島でイルフェリーチという料理店をやっています。酒井義輝です。小さい時から洋楽が好きで、外国に興味を持っていました。それで高校にオーストラリアに留学して、その後アメリカにも行っていました。東京で料理の勉強をして、その後鹿児島に帰ってきてお店をオープンしました。自分の両親は、日本食の料理人でした。京都から鹿児島に渡ってきて、和食の料理人をやっていました。親が和食の料理人だったんですけど、僕はやっぱり、外国に興味があったので、その中でイタリア料理というものを選択しました。最初は、イタリアの古典料理を勉強しながら作っていたんですが、最近は、もっとより多くの、要素を取り入れたフュージョン料理を作っています。ここの店は移転してからなんですが、今8年目です。名前はイタリア語で幸せという意味です。幸せという名前をつけたのは、食べたお客さんが幸せになって帰って行ってほしいという思いでつけました。ここのレストラン以外にも天文館の方で、小さいカウンターだけのお店をやっています。そちらは予約制で、カウンターだけなので、お客さんと会話しながら、説明しながら料理を提供できるので、そちらもいい場所だと思ってやっています。自分の職業の中で、一番好きなことは生産者に会ったりして、その人たちのこう作ったものだったり、取ってきたものを自分の料理にこうしていく段階が一番好きです。鹿児島は、海の、素材も山の素材も、県外でないものも手に入るし、あとジビエとかそういうのも近くにあるので、新鮮なものがいい状態で入るっていうのが大きいです。県外のものと比べると結構シンプルな焼いただけだったりとか、そういう料理が多いんですけど、それっていうのはもう素材がいいからできるものなので、そういう恵まれた土地であると思います。観光客が来られて、一番食べてほしいものはやっぱり地のものなので、無農薬で作っている生産者たちっていうのがすごい仲のいい人たちがいて、顔を見てその人たちが作った安心したものをこう食材として手に入れて、それを料理にするっていうのは楽しいことだと思います。一つの料理にこだわらないのは、秋っぽいからかな、わかんないです。いろいろ興味あるので、いろいろ挑戦したいです。和食とイタリア料理の似ているところは、素材を生かした料理、シンプルな調理法が多いかもしれないです。もし海外の方が、来店した時は英語でも対応できます。お客さんがお店に来てくれて、それで僕の料理を食べてもらって笑顔になって帰ってもらうのが、僕も幸せなことだと思っています。小さい頃は音楽、ドラムをしてたので、そういう仕事をしたかったです。親が厳しかったので料理人にはなりたくなかったです。